ダメだこいつバーカってなっちゃうから、うん、分かった分かった、うん、じゃあ後で、うん、これ放送終わったら真っ裸で布団の中で待ってるよはいだろはい、うん、あんたたち行くわよ、いいわね、ケビー。なあ、たまな。うん。昨日4回だ。あ、昨日7回だもんな。うん。大変だよ、俺だってよ、もうよ。死んでんだよ、もう。お前らよ。54、2歳がよ。7回とかよ、もうどういうことだよ、お前。なあ。若い女やばいよ。マジで。だから俺今日結構眠い。眠そうだったろ俺、たま。うん、眠そうだった。眠いっつうの、ほんと。たまちゃん可愛いんだよ。配信中は口悪いけど、俺と二人きりで言うと、素直で可愛い子なんだよ。こっち来いって言いや、来るし。なあ。うん。うなちゃん、うなちゃんだもんな。うん。まあ、うなちゃんとはもう言わねえけど、パパって言うもんな。うん。うん、まあ、どんな呼び方でもいいんだけどよ。ちゃんまでも、うなでもよ。今日は何回戦まで、何回戦まで行くんですか？知らねえよ、女の。うん。パパ頑張って。コンタ。いや、俺はどうかな。またお前のお見差しじゃねえか。タマ。ん？お前またのお見差しならこれどうすんだよ、これ。飲む。これどうすんのここ。ぬるくなるで、これ。飲む。飲むんだ。うん。じゃあよ、あれだよ。これぬるくなったらよ、うん、6回3じゃん。ああ、そうだね。で、グラスに入れて、うん、ちょっと冷やして飲めばいいよ。ああ、いいね。うん、それや飲め。うん。な。うん。その前に俺のチンポジュース飲め。な。ほら、取ったの？取った。こっち見てみ？乳首見えるかどうか、俺はこっち見てやっから。まっすぐ立ってみ。あ、大丈夫じゃん。そのままでいいよ、楽だったら。うん。苦しいのは嫌だろうがよ。な。どうせ下パンツ履いてねえだろ？はい。いる。どんどんパンツも履かなくていいじゃん。脱ぐの？うん。脱いどけよ。うん。あとですぐプレイできるように。あった？脱いどけよ。汚れるだけだから。まあ汚れはしねえけど、なら別にそれ今日買ったやつなんだから、それが汚れる分にはそれ洗えばいいだけな。なあ、うん、タマコはね結構ね細いしちっちゃいのよ。アイのサイズいくつだっけ？お前21ぐらいだっけ？うん。うん。あーまあいいのよな。うん。んでこいつ表俺と二人で歩くときいつも手つないでくっからよ。楽だろその方は。うん、うん、それでいいんだよ、そうしとけ。うん。
俺にお前全裸見られたって別に撮ってことねえのかな。後で俺が写真撮っちゃうから。やだ、写真はやだ。ふいふいふい。ふぃー畳んでくれたんだ、全部。うん。ありがとう。うん。うん、お前自分のは自分で。お前マスク、うん、お前は足元のところには落っこってんだ。うん。うん。うん。あとは枕元にティッシュはティッシュで置いてあるから。うん。あの後でロ電話使ったらそれで拭け。へえ。可愛くてそれは俺より若いからよ。なあ、俺よりも20以上若いんだからよ。可愛いっちゃ可愛いよ。だけど。若いから、ここはこうした方がいいよ。こうした方がいいよとか。まあ、配信者の目線で言うと、そうなっちゃうわけよ。いや、俺が枠切った後は、あの人いつも俺にこう、なんか、抱っこちゃん人形みたいになってくるから。ね。おい、ネタ振りすんじゃねえ。何？だっこちゃん人形みたいになるんだめや。何よ。しない？ん？するめ。ん？するだろ？うん。うん。ママちゃんって何歳？年齢不詳です。はい。まあ、俺より20以上は下ですから。またたまちゃん体きれいなんだよ、腹かわよ。うん。だこちゃん人形つにの、いや、背中からこうやってギュッてしてくんだよ。で、俺のね、右腕がね、結構しびれるの。腕枕だから。寝るときは。もうお決まりのパターンで。うん。うん。なあ、たまちゃん。うん。腕枕するもんな、俺な。うん。頭いい子いい子してな。うん。うん。幸せか不幸せかと言われりゃ、まあ不幸せではないけど、ただ、相手が幸せかどうかはわかんねえよ。うん。幕の内弁当の、なんだろうな。なんて言ったらいいかな。切り干し大根みたいな存在だから。あったら嬉しい。ないと寂しい、みたいな。わかる？ああ。メインはいらないんだよ、別に。もう、俺みたいに年食っちゃうと、もう胸焼けしちゃうから、メインは。もう、唐揚げとか油ぎっしゅなやつは。もう、俺、それいらねえよ、みたいな。な、ひじきとか、切り干しとか、そういうのが欲しいわ。そんな感じ。かわいいねよ。うん。わかるから、飲みすぎたらあかんよ。大丈夫だよ。だって、なあ、たまちゃんな。ん？たま。ん？おいちゃん、ちんちん固くなんなくても、たまちゃん怒んねえもんな。うん。その時は、電動工具のおじさんになるからな。ほんとだよ、お前。今日もおめえ、あれだよ、おめえ、あれだよ、電動工具、充電バッチリだし、もう一個は、アルカリ電池ぶっちりぶっこんでっから。ああ。だってもう、たまもう、エロいんだもん。
電気屋さん俺電気屋さんじゃねえよ、うるせえな。コンビニで買ってきてるだけじゃねえかよ。でもよ、俺とよ、たまよ、あのよ、アダルショップ行ったの、二人でな。うん。ウーマナイザー結構反応してたで。高いよな、でもな。うん。良さそうだったけどね。何が良さそうだったけどね。なんか、あの、吸い込み具合。うるせえよ。高えんだよ、あれ。お前ら俺がたまにウーマナイザー買うね、買ってやるんだったら俺に花火バンバン投げてくれよ。だから俺買いに行ってやるよ。で感想聞かしてやるよ。あれ吸い込みすごいからな。おいなあ、あの電源入れてな。おおって思ったよな。うん。うん、指で確かめたけど。うん。そりゃそうだ。お前、あそこで確かめるわけねえだろ。あのよ、アダルトショップでや、お前のあそこでや、俺は無理だよ。うん。それ捕まるから。うん。たまちゃんお魚、たまちゃんエッチ好きだよ。なあ。うん。うん。俺、毎晩だもん。な。うん。うん。頑張るマンだよ。ダイソンですか？まあ、ダイソンぐらい行くな。あの吸い込み。あのね、プレミアムはね、ダイソンぐらい吸うぜ。何種類かあんだよ。ウーナマイザー？ウーマナイザーか。うん。熊田陽子のが不倫で使ったやつでブレイクしたんだろ。ああ、クリトスババア。ああ、熊田陽子なんて大して売れもしねえでよ、ゴミじゃねえかよ。なあ、そうだろ。俺はそれより、たまちゃんのあそこが、あんまり言っちゃダメか、たまちゃん。何？めっちゃ閉まるんだ、この女。うん、マジで。すんごいよ。俺、まあまあまあ、何人もいたけど、お前閉まるの自分で分かってんだろ。うん。うん、めっちゃきついぜ。うーな、まいった？うまいなぁ。俺、まいったよ。うん。たまちゃんのあそこに俺のチンポ入れると、俺のチンポが、キッキキッキやられてダメだから。だから俺、たまちゃんに言ったの。たまちゃんよ、俺よ、チンチンよ、生で入れていいって言ったら、たまちゃんは生でもいいって言うんだよな。だけど、やばくねえかなっつって。たまちゃん次第なんだけどね。たまちゃんあんま気にしてねえみたいなんだけど。たまどうなんだよ、そこ。え？どうなんだよ、生で、だってお前の俺生で入れたじゃねえかよ。うん、どうなんだよ。ゴム買ってくんのかよ。俺、塗ったら後でゴム買ってくっからよ。うん。どっちがいいんだよ。ゴムのが安心できる。え？ゴムのが安心できる。安心できる？うん。じゃあ後でお前に買いに行かせるわ。買ってこいよ。男がゴム買いに行ったらみっともねえじゃないな。俺あそこ毎日行くんだから。おめえだったら誰だか知らねえんだから。そうだろ。飯食えよお前。
0.02 の薄薄でお願いします。たまちゃん、でもどうせな、買ってきたってプレー入っちゃったら生でいっちゃうんだろ。たま勢いでよなあ、たまなんか30分ぐらい俺のチンポしゃべってっからな。 0.01 は怖いよね、薄すぎて。いやでもジャパンクオリティだったら大丈夫なんじゃねえの。破れるとか。いやそれは付け方の問題だよ。小僧が付けたらダメだよ。俺みたいにプロがやれば大丈夫だよ。破れないの。うん、むしろ俺みたいなプロが生で入れても妊娠はしないから大丈夫だよ。どうやって。え、どうやって行くときは、その3歩手前ぐらいで抜くから、抜いてからの玉の口で行くから、玉頼む頼むっつって、でその、ね、口でやってもらってる間に、俺は下半身はいじるから、手間で、うん。リアルだな。リアル、だから今リアルな、リアルトークしてんの。リアルトーク。お前また濡れてんだろ。ね、もうね、ダメなの。タマちゃんはね、こういうトークするとすぐ濡れちゃう。もう頭がね、脳がね、あ、もうエロに行っちゃうから。な。でも今夜もプレイだぜ。うん。玉。うん。分かってる。うん。はいは。はい。うん。よろしく。フレットベッドチンポ決まった。いや、まあ、まだ決まってないけど。濡れてんだろ。タマちゃんすぐ濡れちゃうから。ペットシートは必要だもんな。あいつよ、この間俺の顔に正面ぶっかけたからな、俺手間してたら。たまちゃん。正面じゃないもん。ビュって出たろうよ。なんか。吹いちゃった。なんか知らねえのが飛んできたんだよ、俺の顔にかかったんだよ。顔にかかった。かかったの、俺は。お前仰向けで寝てっからどこにかかったのかな、見てねえじゃねえかよ。俺かかったんだから。うん。お前ほんといい加減してくれよ、ほんとに。俺嘘は言わねえからな。顔にかかったんだ。顔にかかったよ。顔にかかったよ。しかもお前だって実際問題、俺の布団も濡らしたべよ。びっしょびしょになってて。やめれや、ほんとよ。玉汁プッシャーとか言われてんだ、お前。マジで。だから、それからもう、ペットシートはもう用意だよ、もう。やべえな、こいつって。もうびっしょにされちゃえよって。玉汁 KB とか言われてんだ。でも可愛いんだね。一緒に年々してる時やな。グースかグースか寝てるしな。別にいいんだよ。んなもん。なら、俺の布団を濡らそう、何しようか。そしたら捨てて、新しいの買えばいいだけだ。そして新しい女を呼び込めばいいだけだから。ねえ、たまちゃん。うん。でもね、意外と放送外ではね、たまちゃんに焼きもち焼きなんだよ。ねえねえ、さっき放送で言ってたの本当にそうすんのとか聞いてくるからね。あんなネタに決まってんじゃねえかよ、とか。数年で。やっぱ女焼きもち焼きはいいな。
地味焼き餅がいいな。ハードな焼き餅焼きはめんどくせえけどよ。いや、お前らどう思う？女の焼き餅って。たまちゃんよ、夜はエロいぜ、声。束縛は嫌だ。いや、それもね、束縛は軽くはされた方がいいよ。仕方は嫌だね。うん。ああ、ほどほどならいいけど。うん、まあ、そういうことだよな。焼き餅は嫌いです。ああ、そう、俺焼き餅やかれねえってことは、好かれてねえのかなって思っちゃうよ。声かわいいよね。あのね、この子ね、変な声出すんだよ。変な声出すからよ。めんどくせえんだよ、ほんとよ。あのね、怒った時はガッって言うじゃん。違うんだよ。俺と二人っきりいる時は、もうよ、絶対俺にガンガン言わねえの。だから俺も怒んないんだよ。なあ、うん、喧嘩したことねえよな。一回もない。パパ大好きだもんな。うん。うん。まあね、あとは夜は、いやらしい声が甲高いしね。うん。あとおっぱい舐められるの大好きだし。ね。なあ、まちゃん。だっておめえ、舌いじってるだけで済むのかと思ったら、おっぱい舐めてって言われるから、あ、おっぱいも舐められたいんだ、同時に。これ三点攻撃か、みたいな。うん。栗、穴、胸、みたいな。忙しいんだよ、俺もよ。それ7回もやってんだよ、お前よ。冗談じゃないよ、お前ら。俺だってよ、今まで何にもなかったのが俺あったらよ、どう思う、お前ら。なあ。ご苦労様です。ありがとうございます。全然ご苦労じゃないんだけど。たまちゃん好きなのって聞かれてるよ、ルナちゃんのことを。え、どっちに聞いてる？これ、リュウヤ。あ、俺は多分好きよ。たまちゃんもどうなのかって聞いてんじゃないの？どっちもどっちだよ。だって嫌いな女家に入れとくわけねえじゃん、合鍵も渡してんだからよ。なあ、うん、毎晩重労働ですね。もうね、毎日ね、ショベルカーですよ。掘りまくってますよ。掘って掘って掘りまくってますよ。マジでガス欠です、おじさん。あ、たまちゃんにだよ、聞いてんのって言って。いやいやいや、本人に聞いたの、きょんまるくんに聞いてなくて、りゅうやくんに聞いたから。でも、きょんまるだって、たまちゃんリスナーだから。いや、そうだけど、今、りゅうやくんに聞いたから。りゅうやくん、どっちに聞いたの？まあ、そこは好きにしてくれ。んな。だって俺これ放送終わった後によ、今度よ、なあ、なあ、インターネット今まで仲良くしてた女との LINE 通話が2時間とかやって、そこでオナニーとかやって、それからのタマちゃんだからね。お前何人いると思ってんだバカ野郎。大変なんだよ、お前。舐めてんのかよ、お前。
絶対これ聞いてんな、絶対後で怒られんな、お前ぶっ殺すぞとか、お前じゃやめてねとか言うのやめてねとかって、マンコはな、おお、もちろんなあ、たまなあ、うん、おいちゃんマンコ舐めてるもんな、うん、うん、優しく舐めるよな、うん、俺はあの、なんだろう、こうガシャガシャやらないやな、うん、うん、範囲を広げてみーって言って、あーもちろん優しくしてねって言われると分かってるよ、いいだろうお前ら、残業、何の残業だよ、給料出ねえだろ、放送終わってんだからよ、うん、配信者はモテるよ、まあ少なくとも言うけど、50今年で3になる俺が今この状態なんだから、もっと若ければ配信者はそこそこネームバリュー出たら女には絶対苦労しねえな、たまな、うん、基本的には配信者はな、うん、30代から40代前半だったら女には苦労しねえよな、うん、寄ってくるもんな、そこそこ。あ、よっさんとか。まあ、よしきゃ、まあ、あれ、びっこだからダメだけど。うん。うん、あれ、くせえから。いっぱい、よっさんにもなんか。まあ、よしゆきに来るって、よしゆきに来るんだから、他はもっと来るだろう。だ、三杯目光るとかもモテるだろう。いやー、でも、誰が今お前タマコが、あ、この人を配信者でモテるなっていうのいる？誰なんだろうね。それ聞きたいな。女子の目、女子目線、配信女子目線から見て。誰なんだろう。うん。あ、イカラかっこいいよろ。うん。いやでも性格クソだよ。クソでもいいんだよ。だってそんなことはどうでもいい。先輩にと私を取られて。そっから私のアンチみたいになって。何、お前にもちょっかいかけてきたの？そうだよ。でも今お前俺の女にもうなっちゃえばいいじゃん。どうすんだよ。最後はどこに着陸すんのかの話だよな、みんなな、リスナーな。おい、たまちゃん、最後どこに着陸すんだよ、つって。それは、決めどころだぜ、いう話だよ。え、めっちゃ投げられてない？なんか、お茶。え？お茶爆。俺？うん。大したことない、今日。え、今。今投げられてねえ。嘘、私の方で投げられてた。いい。お前、自爆やってんの？やってないよ、見てるの。そっちの配信。ああ、それブロックされてるやつが投げてんのかもしんないし、よくわかんねえよ。見えねえよ。で、なんかすごいディスってきたな、ヒカルくん。ずっともう、そっからアンチになった、私が。でも、もうディスんねえよ。そうかな。お前が俺と一緒にいるっていうの分かったら。うん。関わりあるなと思ったら。うん。大丈夫だ。養分も、金梅も、ヒカルも、火薬も、うん、お前のことはディスんねえと思うよ。だから今日、うん、火薬、おとなしかったろ？うん。わかりましたって言ったろ、うん、なあ頼むねって、うん、俺喧嘩するつもりねえから、うん、よろしくねって、うん、頼むねって言って終わったろ、うん、だからお前黙って俺にくっついとけばいいんだよ、うん、なぜならなぜかわかる？タマコ、なんで？俺が神様だからだよ。俺が神様なんだよ。このインターネットライブ配信会の神様なの。うなちゃんマンっていう。
なあ、みんなな。俺のリスナーやってんのは、俺が神様だからやってんだよ。俺のリスナーな。佐野をバカにしてよ。やれんだったらやってみろって話だよな。やれたやつなんか誰もいねえよ。なあ、同じことやってきてみろよ。じゃあ、こっから何年やれるんだよって。うん。鼻で笑ってやれよ。そういうことよ。だから俺は次世代のうなちゃんマンって誰が出ねえのかなと思ってんの。まあ出ねえと思うけどな。うん。出ると思う？お前ら。俺は出ないと思うけどね。まあ俺レジェンドっていうか長いだけだからそう言われてるだけだけど、別にレジェンドではないわけだから、横にやりたいやつが、あの俺がって手挙げるやついてね、佐野なんかより俺の方がっていうのがいりゃいいと思うよ。うん、まあ出てこないですし、どうかな。ジェダイさんが佐野さん超えたと言ってました。何の佐野さんって言い聞かされました。タコや、それさ、キムタコよ、お前それさ本気で思ってんだったらジェダイ応援してやれよ。いいよ、俺の放送来なくて、お前。マジで。かわいそうじゃん。それさ、茶化してんじゃねえか、完全に。俺はいいよ。だって俺、ジェダイに俺、カッカカッカする必要ないんだもん。怒るわけねえじゃん。コッパに怒るわけねえじゃん。タコちゃん。頼むよ。俺はそうなんめや。常識的に考えて。だって、ジェダイの名前ここで出したって誰も反応しないよ。うん。あ、ここで俺言っとくけど、宣言しとくけど、向こうが何て言うか分かんないけど、俺は、タマは俺の女にしたいと思ってるよ。あいつ今、便所行って聞いてねえけど。聞いてるよ。聞いてる？うん。お前がどうするかだよ。シャワー浴びてきていい？マンコ洗ってくんのか？また濡れたのか、さっきのトークで。早く洗ってこいよ、うん、年がら年中濡れてんね。今日の夜のためにきれいにしてき、うん、おめえちゃんと剃ってこいよ、うん、また、うんうん、俺ツルツルパンパン好きだから、マンスジ大好きだから。